はい、川北駅、ね、旧跡地に来ました。志別線の荒ましっていうことで、この辺はね、ネットで情報出ておりますので、ぜひ見てほしいんですけど、根室志別、上草っていうね、駅の真ん中にある川北駅ですね。で、実際ね、まだ残ってるんですね、こうやって電車がね。やばいっすね、これが、そう、この電車が、もうほんと、一車両だけで走ったんだよ。すごいね、これね。でもまあ、まあ赤字路線だったということで、ね、はい、なくなっちゃいましたけど、実際に乗れることはもうないですけど、これってね、古っ、中古っ、なんで、まあいいや、なんていうかな、ちょっと、中はあれだね、なんか、なんだこれ、宴会場みたいになっちゃうね、これ、なんか、宴会場がなんかテーブルとかあるような感じになってるけど。座席がないですね、座席が取っ払われちゃってますね。ね、JR ってね、書いてあっても、JR になってから、ね、廃線になっちゃった。国鉄時代はね、赤字路線でしたからね、垂れ流し状態ですから。すごい。細かくなんか書いてないね、ここね。川北ふれあい線、たぶんここを電車がこう走ったんだろうね。進行方向はどっちか分からない。殺風景のところあったね。まあ、さっき蒸気機関車乗っちまったもんだから、ね、やっぱり、さすがにこれは運転はできないっていうか、線路がないしね。そう、まあ、これが駅舎の写真、昭和40年頃ね。まあ、結構ね、古いですね。こうやってね、走ったんだね、これね。56年間ね、書いてますね、56年間に及ぶ清水の歴史ね、ということで、まあ本当電車マニアの方はぜひね、清水町来てください。清水町ね、はい、中清水の方はね、やっぱ都会ですね。清水はやっぱりまあ、ちょっとなんもないですけど、はい、こういったね、歴史っていうか、こういうものをね、見に行くのもいいかなというふうに思いますね。はい、ぜひ、この動画が良かったなと思う方はですね、清水に来てください。ではまた。